大谷翔平、35号ツーラン史上6人目。40-40へ前進する特大の一発。リーグ本塁打争いでまた突き放す。相手先発はミッチ・ケラーで、試合前まで22試合に登板して、防御率 3.20。大谷との過去の対戦は5打数1安打1本塁打。昨季は一発を放っている。初回の第1打席は空振り三振に仕留められた。PS 前哨戦となったフィリーズとの3連戦は、1勝2敗で負け越し、大谷は初戦こそ、34号本塁打を含む2安打2打点と活躍したが、2戦目と3戦目はノーヒットに終わり、試合前までの打率はリーグ2位の3割2厘となっている。なお、ブレイブスのマルセル・オズナが、この日、34号本塁打を放ち、大谷と本塁打数で、並んでいたが、再び引き離した。打点はリーグ2位の81打点で、盗塁数は32個となっている。史上6人目の40本塁打40盗塁へ、視界は良好だ。トリプルスリー、三冠王、メジャー初の45-45、45本塁打45盗塁への期待もかかる。ものすごい打球音だった。2位に追いつかれてまた引き離したか。大谷ってほんまわからんな。最初の打席があまりにもあっけない三振で、もう今日見るのやめたって競馬予想に集中してたわ。打った瞬間の完全なるホームラン、ツーランとか超レアが飛び出したもんだな。なんであの角度であそこまで飛ぶんだ。ゴルフかな。意外にも今までで40-40取った選手の何人かは MVP 逃してるらしい。40-40は怪我なければ絶対いける。いつもありがとう。本当に快音というにふさわしい、ナタで竹を割ったような音だな。ゴルフみたいだな。スランプと思いきや特大ホームラン打つ不思議。40ホームラン40盗塁は8月中に達成するかも。大谷の好きなコースに行ってしまった。低めを超速スイングで急角度に打ち上げたからボール見失ったわ。また復活したか。オズナが打てば大谷も打つ。バンジャーイ。素晴らしい。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しの内容。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。